どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。なんとなく球速140キロに到達したというところから続きでございます。何をしようかと考えたところで、ここは球速も上がってきたので、そうですね、こうなりゃあとはもう変化球とかちょっと極限までできるところまで上げていきたいですね。あとは技術ポイントはあるだけあるので、あ、やべ、うんこ傷、いやー踏んじゃったよ。変だな、ついた。やる気、自分の評価2位だから、それは理不尽だぜ。それで世間評価下がっちゃうの、うんこ踏んだだけで、それはちょっとやだな。はい、休みます。変なあだ名ってね、ちょっと僕としてあんま言う。あ、オースの、おい、ユージ君、これは何をへら、許せないでやんす。別にいいじゃないか、よくないでやんす。まあ、この後あの生意気なガキに年功序列という日本の正しい習慣を教えてるでやんす。おい、全然違うけどな。お、どうやろう、なんか思い変わった雰囲気で、いや、サインもらったでやんす。あ、やる気結構下がっちゃった。これはデートか、ちょ、デート行きましょう。はい、うん、どうしようかな。彼女にそういう、女の子にそういう風に嫌だな。あ、6月、水族館行こうかな。はい。うん。魚が空を泳いでる。いい表現だね。うん。おー、やる気上がった。よっしゃい。で、疲れが溜まったらまたやりましょう。筋トレ。筋トレで、筋力ポイントだと技術が下がるんだよな。まあまあいいや。で、次変化球でもやっときゃ。まあ、あ、どうしたどうした。ノー、このビデオテープどうして途中で終わってるますか。仕方ないでやんす。野球放送が伸びたからしょうがないでやんす。おう、バイキング侍の決め台詞が聞けないなんて。来週までは私は何を心の支えに生きていけばいいのですか。そんなの知らないでやんす。毎日付き合わされるオイラの身にもなってほしいでやんす。あなた日本人なのになぜあの良さがわからないですか。ひとーつ、ひとよにひとみ。あー、もう来たくないでやんす。今日という今日は我慢できないでやんす。放っておこう。うるさくてちっとも寝れなかった。やる気下がるのきつい。あ、不眠症、マジか。不眠症きついな、ちょっと。はい、出かけます。海はまだ早い。水族館ショットバー行ってみようか、ちょっと。うん、落ち着いたところ、いいね。あ、楽しく過ごした、いいじゃん。あなたのこといろいろ聞かせて。いやー、俺のこと気にしてくれるんだっていう。あ、そうだ、やばい、ちょっと結構きついな。タフが下がっていくのも、お、おい、何、いい加減ガス代、今度はガス代かよって話ですよね。しかしこの辺なんか暗いですね。電気を止められたんですよ。確か電気、ガス、水道の順番で止められるんでしたっけ。もし、止められるんであれば。回復、仙人、どうしましょうかね。回復でちょっとこれは、うん、不眠症を直して、よっしゃ。これ大事だよ。よし、さ、大変なやつ。週刊誌でもう、またかよ。おい、お前ら、ちょっと来い。他バキッと。やはり噂は本当だった。これ、やる気下がっちゃうんだよな。やる気がなんかこう、本当露骨なまで下がるのきついっすね。その割には上がるミッション、上がるやつが少ないのはきつい。さあ、7月なんで海は。あ、いいね、ちょうどいい。おい、お、やる気上がった。いいね。あ、違う、なんかちょっと、あ、ベンチ入り、やりました。まあ、絶好調とは言えば好調だから、まあ、変化球は若干曲がるでしょう。特にレベル上げしてないけどいいのかな。すごい不安なところありますけど。さあ、0-0でいきまーす。ストレート待ち、残念、フォーク。あの、なんか、キレは上がってるような気がするんですよね。急速上げてから。残念、カーブなんだよ。じゃあ次、さすがに次変化球で待ってくるだろう、高め。イエーイ、どうだ、この俺の戦略。合ってたでしょう、今の。見送り。まあまあ、見送って。で、多分次、フォーク待ってくると思うんですよね。じゃあ、カーブ投げます。甘い球、甘くないけどね。うい、いただきました。よーしよし、いいよいいよ。ちゃんと今日頭冴えてますから。うい、AI なんか負けてたまるかと。ストライク。さあ、そして、スローボール。ギリギリの球だよ。残念。いやー、なんか綺麗に抑えられて気持ちがいいですね。やべ、ストレート待ち、読まれた。オッケー、でも抑えたんならオッケー、いいよ。3人で切りました、まず。このまま勝って、勝利投手欲しいな、せっかくだから。うん、今回はちょっとやっぱりなんとかゼロで抑えるから、援護が欲しい。それで、そうすれば勝てるので、イエーイ、フォーク待ち。あ、ちょっと待って、これは嫌な予感。うっそーん。あれ、ヒットになるんだ、あれ。マジか。まあまあ、当たりが当たりだったんだろうな。フォーク待ち、残念。今度こそ、これは、おーしゃしゃしゃ。でも今のは勝負にとってゲッツーだろっていう感じだったんですけどね。今のちょっとゲッツーにしてほしかった、できれば。全然できたと思うんですけど、まあ、いっか、文句は言えねえさ。ワンアウト、ランナー一塁。さあ、カーブを投げて外角へ。おー、よく見た。見るじゃないですか。ちょ、この中が怖いな。
あれフォーク待ち、それ変化球待ってるんじゃ、高めの。ほい、イエーイ、いただきました。さあ三振取って、次だフォーク。体力がなくなってきたんでちょっとまずいですねこれ。カーブ、うん、よし打ち上げた。どうだ、セカンド行こう。さあお願い、逆転して、点取って、点取って、点取って、ダメじゃん。もうあのじゃあ9回表もなんとかゼロで抑えますよ。じゃあこうなればゼロで抑えて、その上でもうあれちょっと裏ちょっとさよなら勝ちしてくださいよ。うん、期待してるし、というより体力がもうない、スタミナ10か。これは参りましたね。変、スローボールでいくつだ。まあ、いや、ちょっと、ストレートで、ちょっとできるだけ、数を、ちょっとこなしましょう。オッケー。で、決め球だけにフォークを使うと。それでいきましょう。よっしゃい。これでいきましょう。さあ、やばい、もう2しかないからきついぞ、これ。あー、しかもよりによってボール球投げ失点。あ、あー、もう切れた。やばい。もう切れた。これはまずい。打ってきた。うおー、ちょっと待って。取って、取って。なー、今、セカンド取ってなかった。さあ、きついですよ、こっから。もう、今、ないですから。あ、でも変化球は曲がるは曲がるわ。スタミナゼロでも。よかったよかった。全然曲がらなくなるのかと思ったけど、これいけるわ、じゃあ。ただ、球速的なもんもあるんで。よし、来た！おっしゃ、打ち上げた！あ、ファール？はい、じゃあ外角、フォーク球。読まれた！でもどうだ、これは取れる。うわー、マジか！やばい、いきなりピンチ来たぞ、おい。うわ、今、まさかのアウトっぽくなかった、ちょっと。センターゴロじゃなかった、今の。ダメ？もうてか、ないんだ、俺、スタミナ。スタミナないから変えてくれ。やばい、ちょっと待って、これまずいかも。おっしゃい、よっしゃ、ゼロと抑えた。あと頼んで、あと裏、あと裏逆転。いい、なんで勝利投手欲しいよ。まあまあまあ、3イニングで失点なしですから。今んところでも僕はあの防御率マジでゼロですから、今のところ。まあ2軍だから公式記録にならないんですけどね。ほい、おー、チョコレートクリーム、何、エクレア。実は本田くんの犯人、本田くんが犯人だったと。梅竹まだだな、もうちょっと欲しい。そうですね、シャドウピッチング、何が欲しい。変化球、変化球上がりそうかっていうと、変化球ポイントがもっと必要ですね。上げたいと思います。変化球、変化球、変化球ポイント上げて、上げて、いいもん投げるようになんないやつですから、やっぱり。さあ、そしてできればフォークとか本当に決め球にしたいですよね。よいしょ。ういー。これで1段階上がるだろ、変化球何か。どうだ、蒸し暑い。お、花火。いいね。スリディアンスに。はい。まあ、あ、そうだ。ユミコン誘ってみよう。いいね。やっぱりこう、線香花火いいな。今年の夏もやりたいですね。うん。人生の縮図。何があった？ベストパフォーマンス、それかい。お、やった、やる気マックス。これを待ってた。ナイスですよ、矢部くん。さてさて。変化球これ、あ、同じなんだ。なるほど。レベル3とするのレベル4に違うんだ。じゃあ、フォーク系にしましょう。で、球速上がる？上がるな、これ。1段階。1段階だけか。141キロ。どんどんスピードが上がってくんだよな。まあ、俺的にはありがたいですけど。じゃあ、休みましょう。休憩、休憩。よし。うん、なかなかいい感じで選手できてきたじゃないですか。スタミナどうしようかな。スタミナだよな。まあまあ、それは急いでやることもないでしょう。じゃあ変化球もっと上げましょうかね。せっかくなんで。うい。筋力ポイントは最悪そこまで気にすることもないので、もう140近くの球投げられるんだったら。一応じゃあ技術ポイントもゲットで。で、休みましょう。体力的にも。絶好調なんで、あ、24歳誕生日。お、嬉しい。誕生日プレゼント。お守り。え、何お守りって、ちょっと見てみよう。アイテム、アイテム、これだ。なになに？良くないこと回避でき、お、嫌な予感。あ、なんかちょっとこれ、助かるかもしれない、いずれ。休みましょう。イェイ！さてさて、そしてだいぶ、何をしようかなと。どうだ？千人ポイントなかなかたまりませんね。これはちょくちょく使った方が正解なのかな？てか、もっと変化球が、いきそうだな、これ。いくか、じゃあ、フォーク5。どうだ、これ。で、それで球速142と。いい感じになってきましたよ。あ、待って、これ。コントロール上がるな、これ。あ、C になってるコントロールよく見たら。やったね。オートキャンセルで待って。コントロール、これで C になるんだな。よし。いいじゃないですか。あと、スタミナだな、問題は。スタミナちょっと上げますか。スタミナを上げるのは筋トレでひたすらちょっとパワーを上げるしかないんですよね。悪くない感じになってきましたよ、だいぶ。ほい、何をしようかな。休みます。休憩。お昼寝中。
イーストの試合ベンチ入り、まあ任せてくださいよ。行きましょう。これ、このままいけるかな？これ、待てるわ、これ。じゃあ、次回いきますか。次回も、プレイボール、プレイボールやっていきたいと思います。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は、登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は、動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。